こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回はチャフについて。川口海二先生の漫画沈黙の艦隊でも登場したチャフは、潜水艦ヤマトからアメリカの空母めがけて発射され、米海軍を大混乱に陥れるというシーンがありました。チャフで本当にこんなことができるのかという質問をたびたびいただいておりますので、それに対する回答と、そもそもチャフというのはどういった代物なのかということについて解説していきます。相手の通信機器やレーダーといった電波を使用する装置は現代戦の要。そのため敵の電波を妨害する電子戦も現代戦では欠かすことができません。チャフはこの電子戦のうち敵のレーダーを欺瞞する騙すための武器です。レーダーとは電波を発射し、その反射波を捉えることで周囲の目標の位置を探知する装置です。航空機から使用すれば数百キロ離れた位置にある目標を瞬時に探知できるわけですから、レーダーなしに航空機や水上艦と戦うことは考えられません。ですがレーダーの性質を利用して敵を騙すことも可能です。レーダーを騙す手段の一つがチャフで、チャフはガラスファイバーにアルミを蒸着させたものを空中に散布します。これらは電波を発射させる性質を持っているため、チャフをばらまくと肉眼ではほとんど何も見えなくとも、レーダー画面上で見るとそこに何らかの目標が存在しているかのように見えてしまいます。これにレーダーが騙されるわけです。特に現代戦における対艦攻撃の主役となる対艦ミサイルは、誘導の最終段階でミサイル自身が放つレーダーによって目標を探知し、探知した目標の中で最も大きな目標を優先して狙う性質がありますが、これがチャフ相手だとあだとなります。チャフのせいでできたレーダーの影が本来狙うべき敵艦のレーダー反射面積より大きいと、敵艦ではなくチャフの方に対艦ミサイルが吸い寄せられてしまうからです。要するに分身の術みたいにおとりを作り出して身をかわすというのがチャフの正しい使い方。航空機が使用する場合も同様で、ミサイルをかわすために射出します。似たようなものにフレアというものがありますが、こちらも使い方は同じ。ただしレーダー画面上に影を作り出すチャフと違い、フレアは熱を出します。航空機など飛んでいる目標を狙うために作られた対空ミサイルの中には熱源を捉えて誘導するタイプが多数あるため、こうしたタイプのミサイルに対してチャフは効果がありませんので、フレアを使うわけです。ミサイルの誘導方式に合わせてチャフとフレアを使い分けないといけないんですね。なんだか便利そうなチャフですが、適当に発射しておけばミサイルをかわせるかというと、そうではありません。なぜならチャフが影を作っている時間は長くなく、できる影もそれほど大きくはないからです。チャフはガラスファイバーとアルミでできていますので軽く、そのために対空することができますが、当然ながら重力に引っ張られて落ちてきますし、軽いために風の影響を大きく受けて流されることもあります。なのでミサイルが飛んでくる方向に向けて発射することはもちろん、発射するタイミングが遅すぎても早すぎてもダメ。遅すぎればチャフに騙される前にミサイルが命中してしまいますし、早すぎるとチャフの影が消えてしまいます。発射する方向もミサイルが飛来する方向でなければなりませんし、風向きや風速によってチャフが流されることも考慮に入れなければなりません。さらに時間のレーダー反射面積に対して十分な数のチャフを発射しなければ対艦ミサイルは騙されてはくれません。対艦ミサイルはレーダーで探知した目標の中でより大きな目標を狙う性質があるからです。レーダー反射面積は船体がステルス性を考慮したものかどうかということもありますが、基本的には船の大きさに比例します。小さな船なら6発程度のチャフでも十分ですが、大きな船だと12発撃ってもミサイルを騙すことができません。加えてミサイルがチャフに向かってくれたとしても、きちんと回避運動を行ってミサイルをかわさなければ何の意味もありませんので、装甲の腕も磨いておく必要があります。よってチャフを有効活用するためには、できるだけ実戦に近い形で訓練して実際に使ってみることが大事。どうやってやるかというと、海自の場合 U36A という航空機を使います。U36A はジェット機で音速に近い、つまり対艦ミサイルと大体同じくらいのスピードで飛ぶこともできる航空機。この U36A を対艦ミサイルに見立てて訓練を行うわけですが、
何も速力だけを真似ているわけではなく、ミサイルになりきるために主翼の端にミサイルが目標を捜索する際に使うシーカーを取り付け、実際のミサイルと同じ誘導方式を使うことができるようになっています。なので船から見るとミサイルが飛んできているのとほとんど同じような状況を作り出すことができるんですね。さらに U-36A は訓練における電子戦の記録を取ることができますので、チャフを発射した護衛艦がきちんとミサイルを回避できたかどうかを判定することができます。U-36A が取ったデータは艦隊情報群というところに送られ、そこで解析されて出てきた評価が数週間くらいして忘れた頃に成績表のように対象の船に届きます。うまく交わせていれば何の問題もありませんが、バッチリ命中していると冷や汗ものです。チャフは二分隊専務課の持ち物で、電子戦の責任者は専務課の長である専務長。散々説明してきたように、チャフはただ使えばいいというものではなく、適切な使い方をした上で、ちゃんと送還しないと全く意味がありませんので、チャフでミサイルをかわせるかどうかは、ぶっちゃけ専務長の腕次第となります。ただ一つだけアドバイスがあるとすれば、チャフをけじるとろくなことにならないということ。チャフは筒状の容器の中に収められ、発射されると空中で中身を放出します。チャフ発射機の数は船によって違いますが、経験上持っている発射機の半分しか使用しないと、ミサイルがバッチリ突き刺さっているという評価が返ってきていましたが、前段発射するとちゃんとかわせていました。とまあ、専務長の技量のほか、風などの気象条件や発射弾数の制限、何より、ミサイルの誘導方式によってチャフが効くかどうかは変わってきます。電子戦によってミサイルを騙すことをソフトキルと言い、ミサイルや大砲といった武器を使って直接ミサイルを破壊することをハードキルと言いますが、ソフトキルは敵の電子戦能力が味方よりも上だったり、誘導方式がこちらの想定していたものと違ったり、敵の電波に関する情報が十分でない場合などには有効ではありませんので、基本的にはハードキルの方がおすすめです。とはいえ、チャフが未だに使い続けられるのにはちゃんと意味がありますし、何より実績があります。チャフの歴史は古く、第二次世界大戦から使われていました。この時代のチャフは今のように発射機から発射するものではなく、航空機から散布するものが主でした。当時は対艦ミサイルというものもなく、大砲を視界内で撃ち合うことが多かったため、ミサイル回避用ではなく、水上艦が使用する対水上レーダーをごまかすために使われ、日本海軍もチャフを使って戦果を上げたことがあります。ミサイル回避を目的として実戦で初めて使われたのは、1973年の第4次中東戦争におけるラタキア沖海戦。イスラエル海軍のミサイル艇5隻が、シリア海軍のミサイル艇3隻、魚雷艇、掃海艇を1隻ずつ含む、計5隻の艦隊とシリアのラタキア沖で戦った海戦で、史上初の対艦ミサイルを搭載した艦艇同士の戦いかつ、初めてチャフが使われた戦いでもあります。シリア海軍が先に対艦ミサイルを発射しましたが、イスラエル海軍のチャフによる妨害で、一発も命中しませんでした。シリア海軍の対艦ミサイルは、イスラエル海軍の対艦ミサイルよりも射程が長かったんですが、イスラエル海軍はチャフを含む電子戦で、シリア海軍の対艦ミサイルを貫通し、その隙に距離を詰めて反撃を行い、シリア海軍の5隻を全滅させることに成功します。わずか1時間ほどで海戦は終了。シリア海軍が全滅したのに対して、イスラエル海軍は無傷という、イスラエルの圧勝でラタキア沖海戦は幕を閉じました。シリア海軍が使っていたミサイル艇は、ラタキア沖海戦の6年前に対艦ミサイルによってイスラエル海軍の駆逐艦が沈められたエイラート事件でエジプト海軍が使ったのと同じ、ソ連のコマール型ミサイル艇。エイラード事件は初めて対艦ミサイルによってミサイル艇よりもはるかに大きい駆逐艦が沈められたことで、対艦ミサイルの脅威を世界が目の当たりにした衝撃的な出来事で、コマール型ミサイル艇はその立役者でしたが、6年後のラタキア沖海戦では対艦ミサイルが電子戦で貫通されてしまいます。対艦ミサイルはそれまでの主役であった大砲と違い、長射程で誘導が可能、さらには小型艦にも搭載できることから、一気に対水上戦の主役に躍り出た画期的な兵器です。大砲が対水上戦の主役だった頃には、より強力な大砲を積み、さらには敵の大砲に耐える装甲を備えるために、
船のサイズを大きくする必要がありました。単純に大きなサイズの船ほど強かった時代です。しかし対艦ミサイルの登場によって小型艦であっても大型艦の撃沈が可能になったことを示したのがエイラート事件。その画期的な新兵器対艦ミサイルへの対抗策の一つとして電子戦の重要性が示されたのがラタキア沖海戦という流れになります。画期的な新兵器が誕生してもたった6年でいたちごっこのように対抗手段が生まれるというのは世の常ですね。チャフは対艦ミサイルを封じた電子戦の一部を担ったことから有用性が示されたことで多くの水上艦に装備され現在の海自の護衛艦は全てチャフを備えるようになりました。まとめるとチャフは第二次世界大戦から使われ当初は航空機から散布していましたが対艦ミサイルが対水上戦の主役となった1970年代からは水上艦から発射できる装置が一般化したことで多くの水上艦が装備するようになったこと。使用目的は敵のレーダーをごまかしてミサイルを回避することにあります。沈黙の艦隊では攻撃型原戦ヤマトからアメリカの空母に向けてミサイルに搭載されたチャフが発射され全てのレーダーを使用不能にしました。もうお分かりでしょうがチャフはおとりとして使われるものですからレーダーそのものを使用不能にすることはできません。レーダーを敵の目とするなら目に映る味方の数を増やしておとりを一時的に作り出すのがチャフの役割ですが目そのものを見えなくするわけではないんですね。また原作の漫画版では10分ほど効果が続いていますが現実のチャフの効果時間は非常に短くすぐにレーダー画面上の影も消えてしまうほか潜水艦と戦う対戦線でメインとなるのは電波を大気中に出すレーダーではなく海中で音を拾うソーナーですのでレーダーを使用不可にしたところで潜水艦であるヤマトにとって有利にはなりません。ついでに空母は潜水艦と戦う艦種ではないので空母のレーダーを潰したところであんまり意味ないですね。以上の理由からミサイルの弾頭にチャフ入れて空母に撃ったところで何の成果も得られませんので良い子のみんなは真似しちゃめだぞ。ところでどうやってミサイルの弾頭にチャフ詰めたん。1980年代を舞台にした原作の漫画版はともかく現代を舞台としている実写版では米海軍が戦略ミサイル原潜以外の核兵器を全て廃棄していることからヤマトに核兵器が搭載されている可能性はゼロということは以前の動画で解説しました。攻撃型原潜に搭載可能な核兵器を2012年以降の米海軍は持っていませんが同じようにチャフ搭載可能なトマホークなんてものも持っていませんから存在しないはずの核兵器をヤマトが持っていても不思議ではないとアメリカがビビったのも頷けます。つまり実写版で出てきたトマホークでのチャフは可能性がゼロだった核兵器保有の可能性をゼロでなくしたという壮大な舞台装置の役割があったということですね。存在しないはずのチャフ搭載型トマホークを開発し人知れずヤマトに持ち込んだ人物こそがこの一連の事件の真の黒幕なのではないでしょうか。こんな新兵器を米海軍にバレずに開発しなおかつヤマトに搭載するなんてことはアメリカの偉い人がバックについていないと不可能。チャフ搭載型トマホークを用意できる人物ならワンチャン核搭載型トマホークを用意できる可能性もあるかもしれませんからね。ブルブル。映画を含む実写版沈黙の艦隊は現在 Amazon プライムビデオでシーズン1が8話まで公開されプライムビデオで配信された実写作品の国内視聴者数歴代1位を記録。続編となるシーズン2の制作も決定していますからぜひこの機会にどうぞ。原作では明らかにならなかった真の黒幕が出てくるかもしれませんのでもう待ちきれないですね。狼少佐のニュースチャンネルは川口先生と沈黙の艦隊を非公式に応援しています。ということで今回はここまで。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると応援に拍車がかかります。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。